今回のサイトシーング、舞台は三重県の津市です。今来ているのは、阿漕ヶ浦海岸という場所です。津駅から車でおよそ10分と、非常にアクセスのいい海岸になっています。遠浅で静かな波が打ち寄せる津市の阿漕ヶ浦海岸。この辺りは古くはあの津と呼ばれ、室町時代後期の1498年まで日本屈指の港として栄えました。しかしその年に起きた地震で壊滅的な被害に遭ったと、名古屋大学減災連携研究センターの鷺谷武教授は話します。明王地震とか明王東海地震と呼ばれる、地震がですね、主に東海地方の沖合で起きたというふうに言われてます、はい。で、当然、強い揺れもあったと思うんですけども、津波の被害で、ほとんど港が消えてしまった。明王地震、地震の規模を示すマグニチュードは 8.2 から 8.4 と推定される、南海トラフ沿いで起きた巨大地震とみられ、東海地方を襲った津波の中で史上最も大きな被害が出た可能性があると考えられています。残っている文献が少なく、まだまだわからないことが多い明王地震。数少ない文献が残っているのが、地震の8年前1490年に建立されたという津市の西来寺です。これ西来寺氏って寺の歴史を綴って、その時その時の住職さんが綴ったものです。寺の歴史を伝える文献には、明王地震の時に津波の被害を受け、その後寺の場所が移されたことが記されていました。阿漕ヶ浦の、古墳の西に移すと。もともとその阿漕ヶ浦のところにお寺があったっていうのは、その周りに当然家があって、町があって中心だったっていうことなんですよね。地震で陥没したようなこともありますし、おそらく津波も来ているので、町がもう全部移ってしまったというふうなことで理解できますかね。もともと現在の阿漕ヶ浦海岸のあたりにあったあの津の町全体が、明王地震による強い揺れや津波で壊滅し、より西へと移った可能性が高いことが読み取れるということです。お寺の周りの町全体がもう壊滅的な被害を受けたから移動したという、そうですね、そういった様子が伺えますね。ここからは、はい、分かりました。ではあの津の町を壊滅させた津波の威力はどの程度だったのか、それを知るために向かったのは、海岸から800メートルほどの場所にある県立高校です。大体2メーターぐらい、2メーター。ここで1996年に行われた発掘調査に携わった三重県教育委員会の伊藤博人さんは、明王地震があった室町時代後期の地表面と江戸時代の地表面、その間の地層に注目しました。室町時代の生活がちょうどそれこそ明王の地震の頃で、生活がこう途切れていると、はい、集落がなくなっているということからですね、この褐色の砂の層というのは、津波が押し寄せてきた時に持ってきた砂の層。ここの、はい、この範囲ですね。そうですね。この範囲は津波で流された砂、はい、伊勢湾からこうガッとこう押し上げられてきた。明王地震の時、津市で津波で堆積したとみられる砂の地層は、厚いところで80センチほどもあります。2011年の津波なんかは各地で多くの砂をもたらして地層になっている部分もあるんですけども。はい、ただ80センチなんてなかなか効かないですよね。そうですね。ですからその2011年の東日本の時の津波よりも、その砂の
まあ、被害の程度からいうと、まあ、もしかすると大きかったかもしれない。地層が語る明王地震の深刻な津波被害、将来予想される南海トラフ巨大地震で津市では最大7メートルもの巨大な津波が来ると想定され、死者も6000人を超えると考えられています。明王地震のような巨大地震が再び起きた時、被害を最小限に抑えるために市はどのような防災計画を立てているのでしょうか。津市は津波の到達時間がおよそ60分、ですので60分という猶予時間があるので、それを利用して逃げてもらう、西に安全な高台に逃げてもらう。南海トラフ巨大地震が起きた時、津市では地震発生から津波の到達まで1時間ほど時間があると想定されているため、その時間で安全な場所まで避難することが最大のポイントです。津市は去年広域避難計画を策定し、大津波警報が出てから72時間以内にバスなどを使って津波浸水想定地域の外に市民を避難させることなどを取りまとめました。自宅に戻れない方がいます、東海等ですね。その方は避難所に集中しますので、その時に定員をはるかにオーバーすることが考えられたわけです。そこからバスでさらに西に運んでいくという形になりますね。理論上最大クラスの被害を想定した津市の広域避難計画、将来予想される南海トラフ巨大地震に対しても過去最大級の被害と考えられる明王地震のような被害が起こりうる可能性を市民一人一人が想定しなければならないと詐欺谷教授は指摘します。南海トラフ地震が来た時にどういった心構えを持つべきだとかありますか。地震はいつ来るか分かりませんし、来る時にも実際どれくらいの規模で来るのかっていうのもまあ分からない。やっぱりある程度大きいものに対しての備えっていうのを基本にしておくということは大変重要じゃないかなというふうに思います。